このお店じゃないんですけど、9月の13日に、塩尻の風待ち茶房というお店で、僕と、武田慎吾さんという、山梨県の小淵沢で、無農薬農業をしながら、独自のブルースを歌ってる武田慎吾さんと僕でツーマンライブをやることになってます。で、武田さんすごい独特な歌を歌う人なんで、ちょっとこっからは遠いですけど、よかったらよろしくお願いします。で、もう一曲、オムライスって曲をやって終わりにしたいと思います。神田太郎でした。ありがとうございました。で、いつもこの歌は、マイクを使わずにやるんで、今日もそれでやりたいと思います。切っちゃっていただければ。ありがとうございました。